ほんじゃせっかくなのでもう一個の丸山隧道も撮影しときたいと思います。ああ、いい感じだね。あれ釣りしてはんねんな、みんな釣りしてるからあんまりペラペラ喋っとったら迷惑やから黙っていきますこっからはちょっと遠いんかな、どうなんやろ、場所がわからないんですけど、もうちょい行った方がいいんかな。もうサクッと隧道だけ取って撤収します。すごいね、みんなこれみんな釣りのこれフルオープンやであ、乗ってはったどっか降りるポイントないかな。どうかなーと、ここなんか止まってるな。この辺から降りれるのかな。あ、ここ降りれる。しかもちょっと広なってるから、ここでいいかな。よっしょ。さて、じゃあ、ちょっと撮影してきます。さあ、一応ここに置いといてと。よっと、マスクしてると息苦しい。結構釣り人が多いんでボソボソ話でいきますよいしょ。すごくいい感じ。ちょっとこの辺もとこやね。ここから行ったらいいか。よいしょ。なるほど。ええ感じのとこやね。で、これ普段なんていうの、水の中に水没するっていう割に綺麗な芝生、面白いね。なんかいっぱい魚おんのちゃうへえ。ポイントなんかな、ここも。まあ私以外は、釣り人ですねおっ、鳥すごいね。あ、誰か近くいてはるから、こっからもう無言で撮影だけします。おはようございます。ちょっと写真だけ、トンネルの写真だけ。よいしょ。よいしょ。まあ、普段水没してるからか結構ぬかるんでて、うん、歩きにくいよいしょ。はあ、いいね。なかなかあれかな、まあ見ることができる、まあ、期間が短いと思いますんで、まあ興味のある方、こっち側もぜひいらしてください。丸山隧道、こんな感じ。あ、いいね。こっからも撮っとこう。ああ、何やろう、このちょっと芝生っぽい感じで普通にいい公園やですごいね。ただまあやっぱり水がもうこの上のとこまで来るのかな。面白いね。まあまあじゃあここでちょっと一服してから、出発しようと思います。ちなみに、こっち側はどうなってるんか、ちょっと参考までに取っておきます。すごいいい感じの釣りのスポットかなこれ。こんな感じで、ずっと向こう側まで続いてます。ほんで今、トランペット誰か練習してますねさあ、まあこんな感じと。じゃあ出発しましょう。歩いとったらめっちゃ暑いこれはちょっとある程度走らんとこう走り出すと涼しい。どうしようかな。まあ、ぐるっと反対側の、国崎せせらぎ地区やったかな、せせらぎ広場、あるとこ、そこまでちょっと走りましょうか、さっと。それで、もう一番最後に、ダムカードを、まあ、もらえるかどうか聞いてみよう。もらえたらラッキー。ここ、みんな飛ばすからね。よっと。そう。フル加速。めっちゃ気持ちいいさて、じゃあサクッと、国崎せせらぎ広場行ってみましょう。管理事務所のとこですね。久しぶりの一倉ダムの、現場。この辺の区間が、土日休日はバイク禁止と、いう感じで、まあ、間違って走っとったら、まあ、下手したら、捕まるかもしれませんのでまあ、お気をつけください。ここから豊野町、走ってるともうスーッと汗が引いていく感じ、うん、ああこのフルメッシュジャケット買ってよかったな、うん、これでまあ夏場は乗り切れると、うん、それ以外はもういつものダイネーチャーのやつで、うん、これを左に曲がると一倉公園と、うん、あこの前の車も公園に行くんか、うん、一倉公園、すごくいい公園ですね。旅ログで1回もう何年か前にアップしてますが、やっぱり、水が少ないね、あ快適快適よ。国崎せせらぎ広場どうかな、昨今の、コロナ禍とあとキャンプブーム等があって、昨年やったかなちょっと家族で、広いとこちょっと行ってみよういうことで行ったんですけれども、すんごい人でもう、さっとスルーして帰ってきた覚えがあります。ここやね。さあどうかな。あやっぱり多いね。ああ多いわ。サクッとだけちょっと映像を撮ってから、出発しようと思います。どんな感じか。さあどう？すんごいねこれ。テントだらけ一応そうか平日や言うても盆休みの1日前なんでほぼほぼみんな休んでるんですかねこれ。もうちょっとこれ僕一人だけめっちゃ浮いてますねライダー一人もおらんのかこんな感じ。向こうの方は結構空いてるかな。こっち側はこんな感じやね。バーベキューして。なるほどね。さあ、ほんじゃダムカードもらいに行きますか。やっぱり人が多かったとこですもんね。さあほんじゃちょっと、ダムの一倉ダム管理事務所行って一回聞いてみます、もらえるかどうか。おこっち側からの一倉ダム、結構いいね。さあほんじゃサクッと、管理事務所行って、聞いてみましょう。ダムカードここのとこ、コロナの関係であんまりゲットできてないんで、どうかな。いいね。って久しぶりやね。よいしょ。さっと。うん。久しぶりやね。展望台は閉まってんのかな、コロナの関係で。うん。ちょっと聞いてみましょう。どうかな。ぐらいの左に何か聞いてみよう。ここでなんとかダムカードをもらえるかなと思ってちょっと。あ、大丈夫ですか。あ、はい、わかりました。じゃあ、ダムカードもらいましためっちゃ丁寧これ。公式のやつと春カード、夏カード、春夏、なんかコロナで、一時中止してたということで2つくれました。春と夏まとめてこれくれてと、これは公式と、すごい親切で、いい感じの、人でしたせっかくなんでちょっと景色撮っとこう。一倉ダムの、この展望所っていうのかな、ここからの眺め、こんな感じと、じゃあそろそろ帰りましょう。OK。ダムカードゲットできましためっちゃ親切な人で、今やったら、春カードと、夏カードと、公式のカードと3枚もらえると、いうことで、よかった、ああいいね、そういうわけで、結構今日は、いい感じの、充実したツーリングでした。龍河隧道と丸山隧道、もう何十年も昔は、あそこら辺がもう道で、みんなバスとかもなんか走ってたみたいなんで、すごいですね。いろいろとそういう考えると面白いですねどうやろう、でもこの先、ずーっと朽ちていくだけなんかな、あんな保存するいうてもあれなんで、まあ、今日は映像を残してよかったかなと、まあ、そんな感じで、そろそろ、まあ、帰ってあれこれ、しようと思います。じゃあまあこんなとこでなんですが、はい、バイバーイ。